前回のアフレコの時に、あの宮野さんいらっしゃって、そう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 、あの僕にあの上着をかけて、まずボケでね、よいしょっつって、あ、こう上着かけるとこないなって上山君にパッてかけたの。そうだ、僕がそこで、いやハンガーじゃないですよとか、そうそうそう、なんかそういう返しができたらいいのに、ね、なんか、あ、宮野さんの服だみたいなってあ、これは動いちゃいけないと思ってで隣にいる豊永さんに、僕これどうしたらいいんですかねとか、このまま、あ、上村くんはそのままじっとしてればいいと思う、あ、わかりました、じゃあ僕このままじっとしてますね、宮野さんの服だ僕はこのままじっとクローゼットの中ハンガーのようにじっとしていればいいのかな、うんみたいな感じで、そっか、いじり方を間違えたんだねだから、こう、だから、うん、もうボケちゃいけないんだよ、上村くんに対してもう僕はボケないで、あのなんかもうそれもそれで寂しいですし、なんかもうどうすればいいんでしょう僕本当にだって困るでしょ、マンモーが急にボケてきたら、いや僕は、僕はどうすればいいんだろうってなるわけでしょ、だから上村君のためにも、いや現場では一切話しかけずに、ちょっとそれそれは嫌ですよそんな一切話しかけないなんて、そんな僕嫌です、役だけの関係だなんて恋人そんな関係だなんて寂しいです熱い役だけの関係だなんて嫌です、嫌です、そんなの何このこじれた男女こじれた男女の関係修復できるかな